番イリア・クーリックさん、ロシア。去年は NHK 杯ストイコに優勝を阻まれましたイリア・クーリック、ラプソディ・イン・ブルーです。トリプルアクセル、トリプルトーループ。トリプルループ。トリプルアクセル、重要なトリプルアクセルです。トリプルルッツ。トリプルフリップ、もう一回3回転で締めくくります。トリプルサルコ、
一度ジャンプが抜けた以外はほぼ完璧な出来でした。イリア・クーリック、まあ、プログラムの中でこれだけあの完璧にジャンプを決めると、あの最初に飛んだあの大きなシングルアクセルというのはもう本当ほとんど忘れてしまいますね。本当そうですね。で、当然のことながらその最初のところはトリプルアクセルだったんですが、それがシングルになったことによってプログラムの中の予定されてたジャンプを変更してるんですね。そうでしたね。で、それをあの単純に1つ入れ替えるだけではなくって、はい、2つ3つ超えたところで入れ替えてる、瞬時にそれだけの判断をしてプログラムを入れ替えて、なおかつジャンプを決めてくる、それだけの冷静な判断力があったということですね。本人は非常にこう飛びながらもクールだという五十嵐さんの話です。で、あともう一つ、あの彼の素晴らしいのはこのプログラムの構成も素晴らしいんですけれども、ええ、その演技のスパイスとしてそのちゃんとジャンプが効いてるということですね。なるほど。ですから当然ジャンプは飛んでるわけですけれども、それ以外にもやはり見ていて、あの素晴らしい演技だって感じる部分がきちっと残されている、はい、まあ、そういういいプログラムだったように思います。はい、出ました、テクニカルメリット。ご覧のように 5.9 がロシア、あとは 5.6 以上です。プレゼンテーションは大いに期待できます。出ました、イリア・クーリック優勝 NHK 杯、日本のホンダは第6位、そして岡崎第9位、田村第10位という成績、見事優勝イリア・クーリック。以上をしまして男子シングルフリースケーティングの競技を終了いたします。 This concludes competition for men. Free skating.